ゴールキーパーの西田翼です。苦しい時やきつい時もたくさんありましたが、まあ、みんなと、まあ、寮生活もそうですし、まあ、それを乗り越えてきたっていうのは乗り越えた分嬉しいことや楽しいことがたくさんあったのでいい思い出になりました。ジュビロ磐田というエンブレムを着てやっぱキャプテンとして、まあ、試合に出るということはとても責任感がありましたし、まあ、それも含めてやっぱこのアンダー18でいい経験をさせてもらえたなと思います。まあ、将来プロサッカー選手になって海外で活躍できる選手になりたいと思います。やっぱり自分は高校1年生の頃からプレミアリーグに出させてもらって、まあ、やっぱりすごいレベルの高い中でプレーさせてもらって、やっぱりプレミアリーグっていうものを意識しながら高い意識で練習に臨めましたし、まあ、やっぱり寮生活で全員が一緒に暮らすことによって、まあ、コミュニケーションも取れてすごい楽しく過ごせました。5試合出場させてもらってチームの勝利になかなか貢献できなかったですし、 J1 昇格という目標もできなかったので、自分が試合に出てチームの勝利に貢献して J1 昇格したいと思います。ディフェンダーパイツのジェイミーです。辛いことや楽しいことがいっぱいあってまあ辛い中でも、まあ、サッカー選手になるという夢を諦めずに日々努力してこれたので、まあ、高校でプロになるということはできなかったんですけど、まあ、その辛かった経験を今後に生かして4年後は絶対プロになりたいと思います。将来の夢は小さい頃から追いかけているサッカー選手で、世界へ羽ばたけるような選手になって、引退してからもサッカーに携わりたいなと思っています。ディフェンダーの岩倉真人です。そうですね、最後の1年は特に4月に入院をして、手術して入院して思ったよりサッカーができなくて苦しかったんですけど、この仲間と出会えてサッカーができたことはとても幸せでした。2年生の時に J ユースカップで初めて A チームの試合に出た時なんですけど、それが山下ジャムだったのですごい印象に残ってます。めちゃめちゃ緊張したんですけどすごい観客もいて、でも先輩たちがすごい優しくしてくれたんでやりやすかったです。これから大学で4年間今より成長できるように頑張って4年後プロになれるように頑張っていきたいと思います。山下ジャムです。はい、ぜひ。はい、竹内浩太ディフェンダーです。親元を離れて寮生活を共にして、まあ、人間力であったり、まあ、サッカーはもちろんですけど、そういう礼儀であったり、そういう部分を一から学べた良い3年間だったと思います。やっぱ毎日の日々っていうか毎日の寮生活っていうのは本当に楽しくて、同期の13人をはじめとしたその先輩後輩っていう関わりっていうのは本当に楽しかったですし、学校や寮生活っていうのは本当に自分の中でかけがえないものになりました。ジュビロで学んだことを大学4年間で生かして4年後プロになりたいと思います。ディフェンダー小林敦貴です。そうですね、自分にとって、まあ、怪我が多い3年間でしたし、高校で、まあ、怪我というものに向き合って、怪我があったからこそ、まあ、強くなれた部分が大きかったんで、自分はその怪我で成長できた3年間だったなと思います。3年生になって怪我から明けて、でトップとの練習が あった時にアシストできたことですね。プロ相手にアシストできたってことは自分 の自信にもなりましたし、半年間頑張ってきてよかったなって思いました。大学生で1年目から出場して、まあ、もちろんプロになり、ジュビロに戻ってきて、ジュビロの、まあ、看板の選手に なって、日本を代表する選手になりたいです。右サイドハーフの山村瑠衣です。まあ、やっぱり素晴らしいチームの、まあ、素晴らしい環境の中でサッカーができたっていうことは本当に誇りに思っています。もう日々毎日がもう思いです。苦しいことの方が多かったですけど、素晴らしいチームメイトとスタッフとサポーターと、まあ、家族に支えられて、とてもいい充実した3年間にすることができたと思います。
大学の4年間で頑張ってプロになって J リーグの舞台で活躍したいと思っています。もちろんジュビロ磐田で頑張ります。ミッドフィルダーの野中陸です。お願いします。まあ、この伝統あるクラブでの一員でとして、まあ、サッカーできたことに、まあ、とても誇りに思ってますし、まあ、このなんていうんですかね、チームメイトとサッカーやれたことで、まあ、自分も成長できた部分は多くあったので、まあ、とても楽しい3年間でした。はい、ずっと小さい頃から夢だった、まあ、サッカー選手っていう夢を、まあ、次大学でもやっぱその夢を諦めずに4年間自分を磨いていきたいと思います。ミッドフィルダーの山下亮です。まあ、思うような結果は残せなかったんですが、まあ、チームに、まあ、貢献できた部分も、まあ、あったんで、まあ、自分が、たくさん、まあ、成長できたかなと思います。一番は、まあ、人間性でやっぱエンブレムも背負ってるということで、まあ、恥のないような、まあ、人物であるように心がけてこれました。将来の夢はプロサッカー選手なので、まあ、3年間ではなれなかったですけど、次の舞台が大学になるので、まあ、大学4年間で自分をもっと磨いて、まあ、ジュビロ磐田に戻ってこれるように頑張りたいと思います。フォワードの池畑京斗です。辛いこともたくさんあったんですけど、やっぱりチームが勝った時とかにみんなと喜べてよかったです。1年生の頃とかは結構やんちゃっていうか、あんまり周りのことは見れてなかったんですけど、やっぱり3年生になって後輩もいっぱいできて、やっぱり人として責任ある行動を取らないといけないなっていうところは成長できたと思います。自分フォワードやってるんで点取ったりするときは嬉しいんで、1年生の頃のプレミア初ゴールは印象に残ってます。小学3年生からこのジュビロでサッカースクールやってきて、まあ高校卒業でプロを目指していたんですけど、なれなかったので、しっかり大学4年間努力してまたジュビロ磐田に戻ってこれるように頑張りたいと思います。野中優斗でミッドフィルダーをやっていました。あっという間に過ぎてしまったっていうのは、やっぱり3年間いろいろあったことが自分につながったからだと思うし、この3年間っていうのは人生に生かすことができる3年間だと思うので、自信を持ってこれからもサッカー人生と過ごしていきたいです。仲間と寮生活をして仲を深められたり、まあ、いろんなところで交じり合ってできたんで、やっぱりそこは仲間の存在っていうのが一番3年間の中で大きな思い出です。サッカー選手になるんで、やっぱりこの4年間大事になってくると思うし、3年間学んだことを忘れてはいけないと思うんで、まあ、本当に 100% 生かして大学の4年間でも頑張っていきたいです。フォワードバオジーニです。サッカーの部分もそうなんですけど、やっぱ人間的にもそうですし、やっぱ人と話したりコミュニケーション能力とかも上達してっていうか、そうですね、いろんなところで成長しました。そうですね、やっぱサッカーの部分なんですけど、中学の時は結構足元がなかったんですけど、止める蹴りだったりそういうところ、足元っていうところがやっぱ一番成長したと思います。プロになって活躍して、で J1 で得点王になることです。